ルバイトすれば時給1万円最低の、ああ生涯結婚率は 99.何% みたいなね、ってね寄ってくる女性がね、その正しい個人を見てくれてるのかちょっとよくわからないですけど、テストがね毎週課されてるっていう、ね、その1年生の後半だから、まあ、全部英語で授業を行うっていうね、どうでした？医学部って、医学部はやっぱ目指す価値があるものですか？いやーまあね、医学部受験塾やってる身分なんでね、そこね、そこでいやとか言ってないや意味ないとは言えないですけど、まあ本当にね、そういうのなしでもやっぱり医師免許っていうのはその国家資格ですから、はい、まあ言うなればどんな状況下においてもその自分がね、例えばですけども、まあ、外科医で、まあ、怪我をしてね手が使えなくなっても医師免許があれば仕事はあるんですよ。でまあ、例えばですけども、まあ、足を悪くして、ね、座ったきりになって、まあ、要はね、あの椅子に座ってしかできなくなっても仕事があるわけですよ。で、あとは定年がないわけですね、医者っていうのはね。なるほど。うん、で、まあ、言うなれば時給、まあ、最低時給ですけど、医者っていうのは、まあ、アルバイトすれば時給1万円最低なんですね。あすごい、ボーンすごいね、 3D でパーンって時給1万円って出てますから。そうそう、まあ、だからそういう意味で、まあ、なんていうんですか、保証にはすごいなりますよね。その、まあ、稼働時間長いですし、はははまあ、やっぱり塾やってても思いますけど、やっぱり先生ってほら、まあ、求められている、まあ、その母数が多いですから、はは全員病気になりますからね、やっぱりね。そうですね、確かにそうですね。です、受験する人は全員ないですけど、病気になる人は全員です、ね、そう、受験英語困る人と、ね、病気になる人だとやっぱ比率が全然違うんですね。だからニーズがいつまで経ってもなくならないっていうのが、なるほど、まあ、やっぱり、まあ、そのある程度の給料が保証されている理由ですよね。だから持ってて損はないですし、なりたいと思うのであれば全力で目指してほしいなとは思いますよね。医学部どうでした？楽しかったですか？そうですね、まあそのまあ、他の学部と比較はしにくいんですけども、はい、まあ、僕もやっぱね、こういう関係広いんでいろんな学部の話聞いてると、まあ、やっぱり学生生活は長いんですよ、まずね。そうですね、その、うん、6年間あるから、まあ、ほら年代でやっぱり学生長いと、まあ、やっぱ楽しめることも多いじゃないですか。あまりね、その早く社会人になりたいって思うよりは、まあ、その学生生活6年間満喫したなって思うのがやっぱ大きかったかなと思いますよね。一番良かった点なんですか？で、ね、ここでやっぱね、医学部入ったら超モテるとか言いたいんですけども、まあ、あんまね、医学生だとあんまモテないんですよ。そうなんですね、医者になったらやっぱそうですよね、はい、まあ、そう、女の子の気持ちになってみれば分かると思いますけど、はい、そう、医学生ごときじゃそんなお金持ってないですから。なるほど。まあね、そのまあ医者になってね、寄ってくる女性がね、その正しい個人を見てくれてるのかちょっとよくわからないですけど、まあ、そういう意味では、まあ、医者のね、まあ、生涯結婚率は 99.何% みたいね。まあ高いわけですよ、当たり前ですけどね。すごい、だからそれはどう見てくれてるのか、諭吉を見てるのか分からないですけど、それは分からないですけど、まあやっぱりその、まあ、社会的な、ね、その価値はある程度高いのかなと。そうですね、うん、女性から見ても、あとはやっぱりその、なんですか、銀行から見てもやっぱ高いんですよ。要するにお金が借りやすかったりとか、まあ、ビジネスやりやすかったりとか、まあ、そういう意味ではやっぱりその社会的な、まあ、地位は多少なりともその普通の人よりはちょっとあるのかなっていう印象はありますよね。そうですね、あのサバイバルの、ね、もうなんか緊急事態になってしまって、誰かどの人を生かすかっていう状況になったら、はい、医者が生かされるんですもんね。ランキング世界的にちゃんとある政府のランキングで、なるほど、ね、お医者さんは生き残れるんですよ。まあ医者をね、まあ、残しとけばもうあとね、何百人を残せる可能性が高まりますからね。そう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 、こう沈んでいる一人ね、死ななきゃいけないみたいな、確かに一人どかさなきゃいけないって時に、ね、医者はいつも救われる側に選ばれる。俺英語講師はどうですか？今すぐボンそんなことない、すぐボンみたいな、英語喋っても何の意味もないじゃあ逆に医学部大変だったんですか？大変だったんですか？いや、まあみんなね、その入ってからの勉強が大変だとか、はいはい、国家試験取るの免許がね、その試験が大変だっていう風に想像されてる方も結構多いと思うんですけど、まあ、正直ね、ほとんどそんな大した関門じゃないんですよ。そうなんですね。だから医学部受験をクリアすれば、はい、まあ、その後はまあその言うなれば医師国家試験って合格率9割ですから、ほうほうほう、そうだから、まあその対局から離れなければまあ落ちないだろうというまあ推察のもと、まあ、それでもね、そういうことを言うと、今度はいや合格した人の中で9割だろうみたいなことを言うんですけど、はい、あの人間ってやっぱりその、まあ、あの属した環境にやっぱり左右されるものですから、はいはい、やっぱり優秀な環境にいればそれが当たり前になってきますし、まあ、その中で要は下1割に入らなければいいっていうのは別にさほどその辛いことではないわけですね。じゃあ医学部受験の方が大変ですか？
薬技試験が一番大変じゃないですか。だってそこが関門ですからね。あの欧米諸国と違うのはやっぱり大学入ってからっていうのよりもやっぱり大学入るまでが日本は大変ですよね。欧米って結構ね大学のハードル低くて入ってからものすごいタスク、ね、大変です、はい、ってかね評価をされるわけでしょ。日本の医学部はね全くそういうことはないですよねすごい堂々と言っちゃいましたけど、本当に本当に。だからやっぱりじゃあ医者のキャリアどっからかっていうと、やっぱりその、まあ、医学部の中の生活がすごい評価されることほとんどなくて、やっぱり医師免許取ってから自分が何したか論文を書いたとか、やっぱりその症例数積んだとか、そういうところメインになってくるんで、まあ、どっちかっていうとやっぱりその医学部受験のとこで頑張る、あとはまあ医者として名を馳せたければ医者になってから頑張る、なるほど、うん、っていうのが多いんじゃないかな。では、まあ、遊びすぎないように、ね、あ、そうですそうです、そうです、そうです、外れないようにそうそうそう対局から外れないようにするだけで英語ってちなみに医学部入って勉強したりするんですか？大学によるんですね。で医学英語に力を入れてる大学、例えば東京医科歯科大学なんていう大学が、ね、はい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 、お茶の水にあるんですけども、はい、まあ、言うなれば特徴的じゃないですか、問題が ね、 ね非常に、はい、まあ、分量多くて、はい、まあ、どちらかというと、まあ、読ませるというか文章の内容も難しいですし、はい、まあ、そう言ってもともと要は英語ができる人はある程度選抜はしてると思うんですが、はいはいはい、もう2年生になると要は単語テストがね毎週課されてっていう、そうかなりそのガチテイストな感じなんですけど、はいはいはい、まあ、僕 の、 その卒業校である千葉大学は、はい、まあ、やれやれ言ってるんですけど、はい、まあ何もないというか、そうなんですね。そうなんです。なんかまあウェブテストでまあ英語単語をねやりましょうみたいな課されるんですけど、まあ適当にクリックするよねっていうまあその要は正答率とかにあまりこうラインがないと、まあ大体そういうのってね友達同士で抜け道探すじゃないですか。うまく、そうですね、はい、確かにその通りだと思います。そうなかなかそんなね医学部受験のために、まあ、2,3 年真面目に勉強してで入学してからまた真面目に過ごすっていうのは、まあ、やっぱりね人間、まあ、オンオフ大事ですから、まあ、そこはあまりやってない大学とやってる大学に、まあ、結構その隔たりがあるかなっていうところですね。単語テスト、医学部の用語とか、あ、そうですそうです、解剖用語とかね、そのマニアックな単語ですよ、簡単に言うとね。あ、まあ、英語でカルテが書けるようにするというかね、読めるようにするっていうことでしょうけれども、どうなんですか韓国とかだとカルテって英語で書かなきゃいけないんですけど、おそうですね、だからどこに行っても英語で済んでたので、やっぱそういうとこ、だから英語喋れない先生は助手みたいなのがいて、その人が英語でカルテ書くなってて、で結構だから田舎とかでもなんかすごい病気になっちゃった時も助かりましたね、全部英語ですね。ああなるほど、韓国で、はい、へえすごい。いや日本もやっぱそうなるべきだとは思うんですけど、やっぱりそのやっぱりコンサバーティブな国じゃないですか、はいはい、日本っていうのは非常にこう変化を嫌うというか、はい、結局じゃあトップが英語ができないと、うん、要はそれがトップダウンに指示できないわけですよね。なるほど若い先生がね要は英語ペラペラでね、カルテのパソコンが英語で打てたとしても、まず上がパソコンが使えないっていう問題になるわけですよね。パソコンがこんなんなのにね英語でカルテ打っても、なんてね、まあ、不可能に決まってるじゃないですか。だから、まあ、そういう文化がなかなか浸透しにくいのは日本の医学界のまあちょっと悪いところというかね。最近でいうとその国際医療福祉大学っていう大学がですね、はいはい、成田に新設されたんですね、はいはい、そこは要は英語をねその1年生の後半だから、まあ、全部英語で授業を行うっていうね、まあ、そういうプログラムを掲げてるんですけど、まあ、実際どこまでね要は生徒がついていけてるかわからないんですけど、そうですね、だってね、はい、先生も受験指導してて、はい、授業を英語でできるようになる生徒ってそれをね、はいはい、半年でそこまで消化させるって無理だと思いません？まあ、相当大変だと思いますねまあこれから、まあ、そもそも予備校には英語で授業できる人がいないってことも、いや俺もう言っちゃいけない医学部入ってる人たちって、まあ、ぶっちゃけペラペラの人ってほとんどいなくて、もともと帰国子女経験がある人と、あとは後から頑張って勉強した人の、まあ、二分されるんですね。で僕はもちろんその海外旅行レベルでは喋れるけど、まあ、普通にその人とねネイティブと同じレベルで会話スピーキングとね、まあ、リスニングができるレベルでは全くないんですね、まあ、それでも受験英語はもうバシバシ教えれたわけですよ、まあ、それもね自分的には問題だなとは思ってたんですけれども、まあだからそういう環境下って、まあ、その実際ねだって英語受験英語バリバリ教えてるのに、はい、海外旅行でも怪しい人なんていくらでもいますよね。そうです、その通りだと思います。それってどうなんですかこう憂いべき事態なのかなとね。そうですね、まあ、だからここでいわゆる4技能入試とかになった時に、うん、さあどうなるんだっていうですね。いやそうでしょう、この既得権益どうなるんだっていうことですね
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.